こんにちは、オーパス英語学院のファーマンです。前回の動画では、英検1級2次試験に合格するには知識が必要だっていう話をしたと思うんですけど、あれをきっかけに知識のインプットを意識され始めた方も、いるかと思います。で、今度それをアウトプットですね。アウトプットするときに大事なのが、やっぱりその自分の言葉に変えて、その自分の知識をその表現することなんですけど、やっぱりその全部が全部別の言葉にこう変えることができないんですよ。やっぱりその言い換えのできないキーワードとかもあるんですよね。だから今回からテーマ別にその覚えておいた方がいいそのキーワードを動画で紹介していきたいと思います。で、今日のテーマはコロナウイルス、これが英検1級に出るかどうかわかんないですけど、知っておいて損はないと思うので、押さえておいてください。じゃ、まず一つ目の単語は、droplets ですね。で、その droplets は飛沫のことですね。ただ、その droplets、飛沫にも2種類があって、まず、そのくしゃみとか、咳とかしたときに、口から飛沫が飛ぶわけじゃないですか。で、そのときに浮遊し続けるのは aerosols ですね。で、今度重たくて大きくて地面に落ちたり机にかかったり人の顔にかかったりするのが large droplets ですね。じゃあ今度2つ目は quarantine。 quarantine っていうのは隔離っていう意味ですね。で、これはイタリア語で、もともとはその14世紀ヨーロッパでその黒死病が流行った時に、その感染地域から来たその船に乗ってる人とかその貨物をイタリアの港の人たちはすぐにこう降ろさなかったんですね。だからそのしばらく隔離してたんですよ、40日間で。その40っていうのはイタリア語でコランタっていうんですね。で、そのコランタがコランティーンの語源なんですよね。だから40って意味なんですよ。で、その勘のいい人だったら分かると思うんですけど、コアって言ったら4って意味なんですね。だから例えばクォーターあるじゃないですか、4分の1でとか、あとクワドリセプスって言ったら足の筋肉、大体四頭筋のことですね。で、今度、例えば、try っていう言葉がつい、try で言葉が始まってたら、3って意味なんですよ。例えば、triangle、三角形とか。で、あと、triple、3倍とかね。で、あと、die とか by で単語が始まってたら、それは2ってことなんですね。だから、例えば、その by で言うと、その、例えば、bicycle、by、だから2つのサイクル、2つのサイクルがある。だから、自転車っていう、その、bicycle、二輪車って意味なんですね、本当は。で、今度、あと、バイセプスは上腕二頭筋。ね。で、今度、あと、ダイだったら、カーボンダイオクサイド、二酸化炭素とか。で、あと、ダイカーデミーとかね。その、二分化するってこと、二分するってことですね。で、あと、今度、ユニ。ユニだったら、ユニバース。この世とか、その世界ってことです。宇宙とか。で、あと、ユナイトとかね。その、結束するってこと。だから、一つになるってことなんですよね。だから、例えば、あれなんですよね。二輪車がバイスコーじゃないですか。三輪車がトライサイコー。一輪車がユニサイコー。だから、よくこの、なんかこう、英単語を、なんか覚えるのに苦労してる人って、よくなんかこう、漢字だったら部首があるけど、覚えやすいけど、こう、英語はそれがないから覚えにくいって言うんですけど、そんなことなくて、こういうこう、パーツごとに意味がある場合もあるんですよね。で、今度は、で、次覚えてほしい、単語はテスティングですね。テスティングは検査ってことで。で、そのよく、その日本では、その PCR 検査っていう言葉がかなり定着してるんですけど、やっぱ英語圏ではね、メディア、そのテレビとか、その新聞とかに出ても、あんまりそのワードが出てこないんですよね。で、PCR、そもそも PCR 検査が何かって言ったら、まずその綿棒を使って、その喉とか、あとその鼻の奥をこすって、で、それに付着したものを、増幅させて、で、それからそこにウイルスがあるかないか判断するのが PCR 検査じゃないですか。で、その綿棒の英語で swab って言うんですね。だから、アメリカでは、そのアメリカっていうか、英語圏では、PCR 検査っていうよりも、swab test の方がかなり一般的ですね。で、あと、唾液検査だったら spit test とか、saliva test で。だから、もし、その、例えば、こう、検査をもっとした方がいいと思ってる方だったら、we should do more testing、to ensure our safety とか言いますし、で、あと、検査、その大規模な検査反対だったら、we shouldn't do too much testing because it would take up medical resources とか言いますよね。そうですね。で、あと、その、
PCR を間違えて CPR 言ってしまう場合があるんですけど、 CPR って言ったら心肺蘇生法、要するに心臓マッサージのことなんですよね。だから本当に、まあ、検査の話したかったらテスティングでいいと思いますね。で次、contact tracing。 contact tracing って言ったらその感染ルートとか経路を調べることですよね。だから日本ではそのクラスター潰しっていうワードが結構定着してますけど、英語にはそれに相応する言葉がなくて、まあけどそれに一番近いのは、まあ、contact tracing かなと思いますね。で、今度、最後おまけなんですけど、まあ、コロナウイルスの、コロナって言ったら、まあ、冠、ラテン語で冠って意味なんですね。で、これが派生、これが派生した、派生してできた言葉がコロネーション。コロネーションって言ったら即位とか戴冠ってことなんですね。だから去年、その、天皇陛下が即位されたじゃないですか。で、あれとかこう、コロネーションセレモニーって言うんですよね。じゃあ最後まとめ。まず一つ目、droplets ですね。droplets が飛沫。で、飛沫には2種類あって、浮遊する方が aerosol。かかる方が、large droplets。で、次が quarantine。quarantine はもともとは40って意味ですね。で、今度、testing。で、あんま PCR っていう言葉を英語圏、英語圏の人と話すときに使うよりも、まあ、普通にまあ、swab test とか、まあ、普通にテスティングで言ってますね。で、今度あと contact tracing。まあ、これが感染ルートを調べること。じゃあまあ、これが、まあ、平均1級に、まあ、出るかどうかはわかんないですけど、まあ、知っていて損はないし、あと外国人とね、英語でこのコロナについて話すときとか、この専門用語を抑え、まあ、このワードを抑えてたら、まあ、話がスムーズに進むと思うので、まあ、ぜひ、抑えておいてください。それでは、チャンネル登録といいね、お願いします。じゃあ、ありがとうございました。